来ておりますが、お店は結構閉まっててシャッター通りのようになっていて残念なんですけど、でも意外と若いカッピーが、意外と若いカップルがチャラチャラ遊びに来てる姿が見えておりますね。意外とカップルは箱根が好きなんですかね。箱根が好きみたいですね。でちょっと今度箱根に来た時のためにバスターミナルのチェックでもしてみたいと思うんですけど、そんなわけで今ぐろぐろ歩いています。元祖箱根まんじゅうタイラーメン、腰が引けちゃってんね、湯本って本当いつぶりなんでしょうね。すごい子供の頃に一人でロマンスカーに乗りたくて一人で来たことがあるんですけど、それ以来なのかな。だとしたらもう10歳、37年、 37 years とかぶりになるんじゃないですかね。怖え、時の経つのは怖いですね。バス乗り場、ここは大涌谷とか箱根園、あ、元箱根港もこっから行けるんですよね。元箱根港って三島までバスがあるのでちょっと行ってみたいかもしれない。元箱根からバス乗って三島とか行ってみたいですかね。よかったら、よかったらじゃねえ、できたら。これも元箱根港方面って書いてある。これは桃源台方面。これが上畑宿元箱根港方面、全部元箱根港方面行くんだ。こちらはこれから新宿に行く箱根エクゼですね。なんかわかんないけど箱根に着いたらすごい晴れてきたんで観光の気分になってきちゃったんだけど、とりあえずチューハイでも飲みたいかな。いいですよね箱根、神奈川の誇り、昔からの観光地。
全然何が書いてあるかわからないこのサインボード。次の魚を取ってはいけない期間、アユ、マス類、ウグイ。湯本富士屋ホテルですけど、年取って足腰が歩けなくなったらこういうとこに泊まるのもいいのかも。家からすぐだからね。金町郷土資料館、この場所から歩いて5分です。坂を登るって書いてある。箱根登山鉄道プラレールだって。なんでなの。マスク販売中って書いてあるのかと思ったらマヌカハニーでした。そうだよね、わざわざマスク販売中であんなにでかい登り立てねえよね。箱根の山は天下の剣、なんとかさんもものならず、ハッ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 。ダララ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 。このね、干物屋さんのね、看板がでっかいエビ、でっかいエビとタイかな、あれ。いいね。なんか前から不思議に思ってるんだけど、なんで箱根登山バスって西武鉄道のロゴが入ってるのかと思ったら、多分西武鉄道の子会社なのかな。ガラッてポイポイポイ、ポンポコポンのポン。負けるな負けるな、和尚さんに負けるな、ダラララン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 、ポンポコポンのトットンポン。夢抱いて360この夜も。
けるのかね、これ。箱根カフェ。次の列車が24分らしいので、ちょっとトイレに行ったりできるかな。ここにエクスエがいて、この号来機はなんか懐かしいんだけど、30年前に新車だったやつですね。水が出てるね。天皇皇后両陛下ご乗車記念です。箱根湯本でございますけど、お待たせいたしました。2番ホームに各